方がシュールって言われる。なんか昨日からタイムスリップしたみたい。もずくと見てない。今帰ってきた。今帰ってきちゃいました。うわぁどうしよう。お漬物の上に入れよう。この家さ、あらゆるところが多分電池切れてる気がする。電気が、電池じゃない、電気が切れてる気がする。大家さんに言ったら変えてくれるのかな。アシオニーン、ありがとう。アシオニーさん、ありがとう。最近この服が部屋着化してんねんな。なんかちょうどいいよ。はい、今日はもずく食べる。もずくとちょっとまだちょっと仕事があって、この後そう、この後仕事やから、軽めのご飯みたいな食べよう。五穀米。筋肉痛だ。筋肉痛が来てる。阪神誰誰誰、どの選手。筋肉痛来てる。今こうやって手上げたら筋肉痛来てる。え、ヨガの筋肉痛かジムの筋肉痛か、果たして何なのか。初めてヨガしたんやけど今日。てかヨガできてたんか分からんけど、そもそも私
シーバくん。すごいね。2位だって。いや、インディゴってほんとすごいよね。なんか結構排出者多いイメージある。何しようとしたか忘れちゃった。あ、ジップロックに入れればいいんかな。ジップロックに入れるか。絶対に開かないと信用して。姉ちゃん、どうした？したんですか。わあ嬉しい。白菜の漬物最高。白菜の漬物。このニトリ、これニトリだったっけ？これニトリのジップロックないけど、めっちゃいいよ。なんか漏れんし。めっちゃいい。すだちがもう黄色くなってきた。この配信も、この配信は7時まで。
たん。すだちを漬物に絞って。まあ、確かにさっきなんかショールーム開いたら千代ちゃんキムチって書いてた。料理配信っていうか私いつ前からな、料理配信っていう料理配信ではない。このたくあん切るとき一番正しい。これ美味しい。あんまり甘すぎないやつだ。最高。漬物はマジで世界を救う、そう私は思っている。どうしたん、じいちゃん。はい。ダメ、ゆうちゃんカキカキしちゃダメ、ダメなままダメ。こんばんは。はい、たくあん切れた。すぐに食べれるようにしとく。今日食べる漬物の量バグ起きてる。
ったいっぱい。でも漬物はすぐ食べちゃうから。みんな夜ご飯何食べるん？何食べるんですか？カレー。え、なんかね、昨日かな、おとついかな、なんかね、カレーのなんかキキカレーみたいな、キキカレーじゃないか、なんかしてたの。なんか6種類か7種類。ゆいちゃん、ダメ、そんなとこ登っちゃダメ。みんな大変なとこに登ってる、じいちゃんが。ゆいちゃん絶対間違えてる。ちょっとどうしたらいいやろ。ちょっと見てほしい。見てな、ここやばくない？逆にこんなとこ登れるん？ってレベルなんやけど。やばい、本当にマジやばい。もうあかんわ、どうにもできへん、私の力では。ほら、誰が登って言ってた？ごめんなさい。じゃあ怪我するやん。大家さんに怒られそうなとこ登ったら。びっくりした、マジで。いや、なんかまあ結構やっぱさ、なんかあれない、天井も高いし、なるんやろな。わかるけども、知りませんね。できた。ご飯できたよ。
ばあちゃんしかいなかった。うん、めっちゃ良かったよ。で出る時に、あ、間に合ったみたいな、来れたんやみたいなんで、でまあちょっとトレーニングして、今日も話して、いろいろちょっと待って、ゆっくり話すな、この話は。ファイト、ありがとう、頑張ります。だからちゃんとサウナも入ったし、ヨガもしたし、トレーニングもしたし、天才、マジ天才的だわ、天才的なアイドル様だわこうやって自己肯定感をねぶち上げてからね、自分のこと褒めるのは大切やからな。毎日ちょっとでも何かを頑張ったら、それに関して自分で自分を褒める、ここまでが一日のルーティンです。ララランドさん、ありがとうございます。うわ、鼻筋やん、明日頑張ろう。あと1日で1週間終わります。早っ。年がら年中、年がら年中、年がら年中って久々聞いたんやけど、あざす。色白、服は白、頑張るわ、徹夜嘘だよん。え、何怖い、待って怖い、ストップ、待って私ダメだ、すっぴん、ちょっと待って、ちょっと待ってねえ、すっぴん、ちょっと待って、ちょっととりあえずちょっと待って、とりあえずちょっと下ろすわ、ちょっと待って、え、どうしよう、待って、心拍数が上がってるわ、どうも、これか、これ噂のやつ、まあ、ありがとうございます、このこのやつ、ありがとう。ねえ、メイクしてる時に来てほしかった、のんきにさ、もう終わりますとか言って言っとったのに、びっくりしちゃうわ、本当に。名前は、自己紹介するんだよね、名前は谷口真ひなです。谷口真ひなです。よくマキナって間違われるから、マキナじゃないよ、真ひなだよっていうのをキャッチフレーズに6年間やってます。はい、
なんかさあれかと思った、ほんまにほんまにバグったんやと思った。え、今あれです、皆さん誰から流れてきたんですか、誰から流れてきたんですか。初見の方にさ、すっぴんでもかわちいよって言われることないよね。わあ、ありがとうございます。あ、田村真由さん、わ、イニシャルが一緒だ。イニシャルが一緒だ。ね、え、だから覚えやすいでしょ。 STU の、イニシャルが T と M の子。知らんがな。いや、今実は私これから仕事で、あの納豆ご飯と、納豆ご飯と、あとやっぱ日本人だから漬物食べてたんですよ。で、はあ、お腹いっぱいとか言って言ってたの。そしたらよ、ほんまにみんなが来るのあと1分遅かったら終わってました。ほんまに自宅です、ここ。最近そう、あ、ちょっとあの可愛い子がいるんですよ、我が家には。我が家に可愛い子いるの。これから仕事頑張れ、頑張る、ありがとう。可愛い子いるんですけど、そう、生き物がいるの、見る、見たい人。あれ、こっちおいで、はい、おいで、あれ、はい、あれ、あれ、ジャンプ、あ、本当だ、後ろにあるもんね、ここに。なんとここに猫ちゃんがいます。うわー、かわいい、かわいい、かわちぇ、これはかわいいわ、かわいいね、りっちゃん。りっちゃん今ファンサタイムだよ。猫好きの方はぜひ。ジジ、ひらがなジジって言います、うん、犬、まあワンちゃん犬かもしれんね。私犬派だから、犬派、犬派。私は犬派、この子は猫です。そう、この子と一緒に暮らしてる。え、みんなさ、じゃああれだ、これお願いしたら SNS とかフォローしてくれるの。これはショールームだけど、なんかインスタとツイッターとかフォローしてって言ったら、マエタンファンの方はしてくれるってこと。
して。えいちゃん。ありがとう。だね、くれたん。ん？鈴木一郎さん。ゆうさく、ありがとう。なんか、ツイッターは、これで出る、谷口まひな。インスタも出るんかな。オフィシャルマヒナです。アットマークオフィシャルマヒナ。なぜか今日はそれな。いつもあんなに暴れてんのにな。いや私なんかあのインスタのさフォローとかもさなんかもうあ何人いたって言ったらめっちゃ下がってから。ずっともう行ったり来たりしてるからみんなの力で。お願いします。ちょっとあれだな猫かぶってるわ私ちょっと猫かぶってないいつもより とりあえずじゃあ今日来てくれた人々の皆さんは人々の皆さんはメイクしてる時にも一回見に来てください。あとはどんな配信するかな。まあ料理作ったりとかもするしもうほんまになんか隠し事がないぐらい全部さらけ出しちゃってるのでそうショールームにだから暇な時時間があるなって時に見に来てくれたらあと歌歌えます。あ歌一曲歌う。じゃあ歌一曲歌って終わるか。よいよいちょっと待って携帯にすり替えるね。じゃあうわまたちょっと難しいこと言ってる。乃木坂さんに歌って私さこの前さショールームイベントしとったじゃん。乃木坂さんの歌歌っとったよね。もう20年は絶対に終わるって言っとくね。余裕持って早くしとってよかった。みんながお仕事の教えてくれるの嬉しい。
歌うのは好きですね。よし、じゃあちょっと携帯の方に切り替えたいと思います。ちょっと待って。